皆さんこんにちは。 N 4の勉強頑張ってますか？皆さんはこれから中級上級と進みます。 N 4の勉強はそのためにとても大切です。皆さんがよくわからない、間違えてしまうポイントを一緒に勉強しましょう。皆さん、連帯就職の勉強を覚えていますか？連帯就職というのは、母はパスタを作りました、私はそのパスタを食べました、この2つの文を1つにする文法でしたね。ルールはいくつかあります。日本語では説明したい名詞のすぐ前に説明する文を置かなければいけません。そして動詞の形は普通形です。ですから、行きます、行きませんではなくて、行く、行かない、行った、行かなかったにしなければいけません。それから文の中にはという助詞があった場合、これはがにチェンジです。これはとても大切なルールです。では一度文を見てみましょう。母はパスタを作りました、私はそのパスタを食べました、これを一つにするんですね。皆さんが中級に進むと、もう一つポイントがあります。はをがにチェンジ、母が作ったパスタのこのがの部分をのにチェンジすることもできるんです。ですから、母が作ったパスタを食べましたも OK、 それから母の作ったパスタを食べました、これも OK です。がでものでも OK です。これは話し言葉でも書き言葉でも同じルールなので気をつけてくださいね。では皆さん、引き続き N4 の勉強一緒に頑張っていきましょう。